face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the love. こんにちは、ルイです。こんにちは、美咲です。今日は奈良県奈良市にやってきました。これからお腹空いたんでランチを食べて、その後金魚ミュージアムに行ったり、道の駅に行ったり、ちょっと奈良県を満喫していきたいと思います。じゃあ早速もうランチのところに着いたんで、並んでたんでね、今から並んでいきたいと思います。行ってきます。腹減った。お腹空いた？お腹空いた。人気だね。ね。だってもうすぐさ、あの閉店じゃん。うんうん。なのに並んでるんだよ。駆け込みだよ多分。みんな。お腹空いた。動けないもん。力が出ない。でも美味しそうだね。お腹いっぱいだね。お腹いっぱいだね。毎回これなる。毎回これなるけど、いや俺結構マジで外食で、うんうん、この3、4ヶ月で本当にナンバーワンじゃねってぐらいお腹いっぱいになったんだけど。いや、なったなった。なんでだろう。ずっとお腹空いてたっていうのもあるけど、うん、多分普通に多かった。ずっしりだったよね。美味しかった。でも、うん、美味しかった。本当美味しかったね。ちょっともう今動けないんだけどさ。でも今日本当天気良くてね、あったかいし、観光日和なんだよね。そう、近くに商店街があったから、ちょっとそこ行ってみよう。ねえ、あそこ気になるよね。じゃあ行ってみよう。行ってみよう。買い物は下見か。じゃあお買い物できるってこと？あ、なんかでも結構さ、うん、この辺のパーキングにみんなさ、まあ、奈良公園行く人が多いんだと思うけど、うん、その車止めてね、待ってたもんね。そう、歩いてるじゃん、うん、この辺も結構観光スポットなんだろうな。すごい、なんか意外と多くあるね。もしかしてめっちゃ長いこれ。かもしれない。軽く踏み入れたけどめっちゃ長かったらどうする。どうしよう。でもさ、うん、その食べるやつも多分出てくるじゃん。うんうん。お腹いっぱいに今食えないよね。ね。うわーってなる。さっきもなんか美味しそうなあれあったやん。あの、さつまいも。天文店。美味しそうだもん。どこに来たの？興福寺です。興福寺。おそらく。すごいね。で、この興福寺から、まあ、いっぱい歩いてって、うん、春日大社とか奈良行きたい、うん、奈良公園とか行きたい。そうで、若草山、うん、のところまで頑張れたら行きたいなっていう。なんせ今日は暑いから。暑い、うん、やばい。本当に半袖で余裕で行けると思う。歩く？歩こう。案内図あんじゃん。あ、でもこっちっぽい。こっち？まっすぐ行ったら五重の、あ、これじゃん。うん。あったわ。すぐあった、五重の塔。じゃーん。じゃじゃじゃーん。でかいね。でかい。で、こっちが？じゃーん。五重の塔。そして奥に鹿がいます。
ょっとまだ見えないかな。普通の塔すごいね。すごい、マジででかいね。すごい綺麗、ね、てかさ、町からいきなりなんか世界観変わったよね。でもさ、なんかいろんなお寺とか神社見てきてるじゃん。うん、今までで一番人多いかも。あ、多いね、確かに。賑わってます。賑わってるね。なんか割と 年代もさ、バラバラだよね。バラバラだね。どこに来た？ここはね、春日大社、春日神社、春日神社、春日大社、大社かな。大きいね。大きい。まだなんか本殿、うん、本殿が見えないもん。うわ、鹿だ。鹿の糞いっぱいあるから気をつけてね。え、ちょっとちょっとだよ、それ。カメラと足元と2個見ないといけないから。ちょっと、これチョコチップみたいなやつだよね。そう、チョコチップ。実質違う、実質は違う。実質は糞。あ、でもちょっとさ、この辺木がいっぱいあってさ、うん、影になってて涼しい。涼しい、本当に。なんか、ね、気のせいかもだけど、マイナスイオン感じます。確かに、ちょうどいいな。意外と大阪からなら近いしね。近い、すごい。なんか昔に多分さ、こういうところに来ても本当にじっくり見なかったけど、今見たらあの木とかすごくね。樹齢何年？いや、わかんねえよ、もうあれ。この春日大社がどんぐらいなんだろう。ああ、できて、うん、どれぐらいなんだろうね。何年に建てられたんでしょうか。見ていい？うん、カンニングしよう。カンニングします。予想ね、まあ、平安。なんか奈良って平安っぽいじゃん。そうだね、平安京っていうもんね。分かった、奈良時代だ。分かった、はい、飛鳥奈良ってこと。うん、いや、分からん、歴史が分からんからだけど、700、いや違うな、600かな。600は大化の開始だよ。でも確かに790年ぐらい。768年ですね。惜しい。惜しいの、それ。惜しいと思う。だって何千年のうちのそのニアミスだからさ。じゃあすごいじゃん。今何年、何歳ってこと？何歳？1300歳ぐらい。春日1200歳。うん。全国およそ3000社の春日大社の総本社らしい、これが。へ、そんなにあるんだね、てか。会社みたいだよね。確かに。これすごいね。支えついてるもんだって、武器だって。本当だ、鹿。鹿だ。やばい、美咲。ダメ、逃げちゃダメだって。逃げたら追っかけてくるから。俺が持ってあげようかな。こっち。美咲。そそって、一回中に入れば。ね、後ろ向いちゃダメだって。はい。さっき、その手前に一枚あげればいいじゃん、とりあえず。そいつに。割ってあげればいいじゃん、バリバリって。そうだね。うん。ちょっと待って。見て。俺ら鹿せんべいの揚げ方下手やん。もうないよ。ね、一瞬でお前。どうでしたか、鹿せんべいを揚げてみた感想は。初鹿せんべい。はい、どうだった。しんど。しんどい。さっきまで可愛いって言ってたけど。いやいや、いきなり獣か。噛まれまくってたけど。ね、鹿せんべい持ってないのに追いかけられてた。ね、俺が鹿せんべい持ってさ、うん、俺の方に1匹残って、あと美咲を追っかけてったもん。いや、本当に走った。野生だった、相手は野生だった。こんなになると思わなかった。なんか、うん、イメージ範囲って
そう。パクパク、はーいって感じかと思ったら、うん、そんな暇なかった。じゃ本当に、あの、帰ってから見てほしいんだけど、三崎の鹿せんべいのやり方、全部投げてる。一枚も口にダイレクトで多分あげてない。いやね。オールっぽい。あげれない。だってさ、奥にばっか投げるからさ、結局手前が逃げなくてさ、手前にあげればいいのに一回。私の中での考えは多分、奥にあげたらみんな奥にわーって言ってくれるみたいな。ここの鹿頭いいからね、いっぱい持ってるところに残るよ。やっぱ舐められてた。あ、こいつ初心者やって思われてたね。多分そうだね。行こう。すごい。やっとここまで来たね。やっと来た。結構遠くね。結構遠い。しかもどんどん坂道になってきたからさ。舐めてたよね。舐めてた。いやでもここに来るまでで面白いことがたくさんあったから、まあ気づいたらここまで来たって感じだからね。いい感じ。うん。どうだった？どうだった？まあ歩いた甲斐あったなって感じ。ね、すごかったね。また違う機会にもう少し早く来て、うん、若草山？あの東大寺の方か。そう、もう行ってみたいな。行ってみたい。ちょっと時間的にね、全部行ってると他が行けなくなっちゃうからね、今日は。そう、今日は別にあれだったんで、計画的じゃなくて弾丸だから。そうそうそう、のんびりした土曜日を過ごすっていうのがメインだけど、ちょっと行きたいところがまだあるんで、とりあえず車を取りに戻り、次の場所へ向かおうかなと。また車が遠いんだよね。遠い。全然疲れない。もうだいぶ歩いてきたの。頑張ろう。頑張ろう。頑張ります。金魚ミュージアムに行きます。オッケー。じゃあ金魚ミュージアムで会おう。ちょっと連れてって。うん、水槽もかっこいいね、うん、全部さ、色光るね、水槽、うん、すごいこれ。すごい、水槽にも金魚が映るね。あ、水槽の下か。見て、めちゃくちゃでけえ。でかい？この子元気なくない？見る。大丈夫かな。あ、元気あった。よかった。すごいね、すごい。カラフル。ちょっと俺歩きになるんだよ。見に行っていい？うん。でかくない？やばくね、これ。あ、こっちから見たら多分ガチサイズなんだ。すごいよ、これ。でかい。ちょっと手合わせてみて。これって金魚なの？俺の手ぐらいあるけど。すごい。すごいね。あ、かわいい顔してる。ひふみみたいな顔してる。本当だ。真正面行ってみましょう。プリモ、ほっぺなんかな。なんだろう。え？反対向いてるもん。死んでんのこれ。うん、動いてる。びっくりした。逆さま泳ぎなんかするんだ。すごくない？な。ぷかぷかして、かわいい。え、かわいい。なんか食ってんのかな。ね、かわいくない？かわいい。どこから行く？どこから行く？全部すごい。じゃあ、アートから行こうか。アートの入り口。トリックアートです。キッパー。
乗れてるよ。乗れてる乗れてる。入ってる入ってる。どうですか？私のトラウマの。トラウマの鹿さんですか？すごいね。めちゃくちゃカラフルじゃない？これ多分本当に今の世の中この、ね、インスタ映えとかさ、うん、そういうのにすっごい適してる場所です。金魚の寿命は10年くらい。金魚系統図、こんなにいっぱいいるんだ。すごくね。すごい、めっちゃお花。お花と金魚。かわいい。花金です。全然映えです。ここは映えですね、これは。Just watch me breaking your sweet